東京バレーボールアカデミーの斉藤です。スパイクは動きも大きくて、複雑な動作がたくさん組み込まれているプレーになります。では次にですね、スパイクを打っていて手に当たらないんだよっていうケースについて、またちょっと説明していきたいと思います。手に当たらないといってもですね、いくつか種類がありまして、指先に当たってしまう、手首に当たってしまう、左右に寄ってしまう、こういったことが分かれるんですね、種類によって。で、この当たりどころによって、ちょっと原因が変わってきます。